あれこれ最近見たぞ。で見たし富士山綺麗。はい、名古屋ライダーズです。すがすがしい朝、今日もいい天気です。はい、ゴールデンウィーク関東ツーリングも 1,2,3 今日4日目を迎えました。明日は御殿場あたりで関東東海ボルトツーリングがあるので、まあ、そちらに向かって移動がメイン、途中でいろいろ見ていきたいなと思ってます。どうしようかな。埼玉に向かって、それから奥多摩行って、そんで南下して静岡、今日静岡のね三島まで行くんですよ。そんな感じです。ちょっと本当今日ノープランでね。まずは埼玉の川越あたりにある八幡橋に行きたいと思います。ん？破損に伴い通行止めとなります。マジで？すごいな、釣りのメッカなんだなここ。おお、これじゃない、すごいじゃない、すごいね、なんか知らんけどすごいね。で次はもうちょっと奥多摩の方に行こうかなと。まあ、と町の方はもう避けて山の方に行って、人がいないところですねの方に行きたいなと思ってます。はい、それでは奥多摩に向けてGOです。はい、どうぞ。天下大将軍日高市の駒神社高麗神社、韓国じゃない、朝鮮由来だな。京都の方にも確かあってるな。さあ、古里小学校前、なんかよくわからんけど混んでる。なんやろ、何があるんやろここ。おー、すごいかかし、これなんかどっかで見たような気がするな。これ山のパン屋、森のダンス、奥多摩バーガー。あれこれ最近見たぞ。はい、山のパン屋森のダンスさんに行ってきました。かかしが見えて森のパン屋さんっていう看板が見えたんで、なんか見たことあんなと思ったんですけど、そうそう YouTube で見たわと思って、つい最近、ほんとつい最近や。まさかまさかこんなところにあるとはっちゅうか、よう記憶しとったけどね。いつも見てすぐ忘れるんだけどさ、こういうのは。はい、奥多摩湖でいいのかな、小河内ダムに行ってきました。
見えますか、富士山。ここが大何の展望台だろう、よくわかんないけど、よくわかんないけど富士山が綺麗です。見えます？富士山が綺麗に見えます。すごいね、何これ。うわーすごいねこれ。すごい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 。事故多発やな、こんなの。すごいすごい。大菩薩峠一般車両通行不可。はい、大菩薩湖に到着。記念写真も撮りました。じゃあもうあと思い残すことはないので、このまま三島に抜けますと言っても、こっから遠いかもしれんけど、ほら宇治見橋、富士山綺麗、富士山が綺麗です。写真撮りたいです。撮る場所ないです。はい、それでは今日もこの動画をご覧いただきありがとうございました。ゴールデンウィーク、私も遠くへツーリングしてきたよっていう方が見えましたら、ぜひ高評価、コメント、そしてチャンネル登録をお願いします。それではまた次回動画でお会いしましょう。じゃあねー。喧嘩売っとるじゃない、どう見ても。